僕がナイフやフォークを使わずに、手で食べていると気を利かして、手を洗うボウルを持ってきてくれました。シャンソン歌手のエディット・ピアフ、彼女は最初この手を洗うお水が出てきた時に、どうしていいのかわからないので、それを飲んだという逸話があります。でもこれは手を洗うための水です。